早速トークショー第2部のメンバーご紹介していきたいと思います。それでは初めに新監督辻本茂樹新監督、よろしくお願いいたします。どうぞこちらにお座りください。まあまあありがとうございます。元気いたらしいですか。あ、どうぞどうぞお座りください。さあ続いてはディフェンダー背番号2吉田時生。皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ続いてディフェンダー背番号22森安リーク。ミッドフィルダー背番号9加藤ヒーロード。ミッドフィルダー背番号25曽我大地。そしてフォワード背番号17福盛大輝。よかったら一言マイクでどうぞ。喜びの言葉をお願いいたします。ありがとう。あ、入ってない。ありがとう。ほら、大一気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 。ありがとうございます。さあ、ということで福本さん、改めておめでとうございます。行っていきたいと思うんですけれども、僕の方からいろいろ質問をしていき、皆さんにお答えいただくという方式になっております。それではまず一つ目は、皆さんにまずは自己紹介をしていってもらいたいなと思いますので、まずはこちらにいる監督からお願いしてもよろしいでしょうか。もうそちらのマイクを使ってもう外していただいて構いませんので。はい、お願いいたします。皆さんこんばんは。2019年シーズン、C ティアモ平方の監督をさせていただきます辻本です。よろしくお願いします。何か一言あれば。もともと大阪の吹田出身で、4年ぶりぐらいに大阪に帰ってきて仕事ができるということで、すごく楽しみにしています。大阪にはガンバとかセレッソとか J クラブがある中で、枚方から J リーグを目指そうというクラブで自分が仕事をさせてもらえるということに、すごく感謝を、しています。とともに、プレッシャーもいろんな責任も感じながら、それも全てパワーに変えて1年間精一杯やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いては吉田時生さんお願いします。皆さんこんばんは。FC ティアモ枚方2番の吉田です。本日はこのような会を開いていただき誠にありがとうございます。存分に楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。続いては森安さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。背番号22番の森安陸です。僕は枚方出身なんで、枚方を盛り上げていけたらと思ってんでよろしくお願いします。続いて加藤大輝選手。こんばんは。こんばんは。シーティアム枚方の加藤大輝です。僕は宮城県仙台市出身なんですけど、こういう場でもちょっと笑いを求めてくる関西人ちょっと怖いなと思ってますけど、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。続いて曽我大地選手。こんばんは。
ガイナル鳥取から加入してきました。曽我大地って言います。ユースの高3の時、辻本さんにお世話になって、でプロ1、2年、2、3年でもお世話になって、でまた指導されたいなっていう思いで来ました。めちゃくちゃ尊敬してます。今シーズンは、本当にみんなティアモのみんなで JFL に昇格して、みんなで最後笑顔で終われるように、選手一同頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございます。それではトークショー第1部にも自己紹介していただきましたが、改めて福森大輝選手お願いいたします。背番号17番、福森大輝です。さっき1部の方で滑り散らかしたので2部は頑張ろうと思っています。でケーキ等ありがとうございました。で先ほどカレーも食わせていただいて、ちょっとかなり お腹いっぱいなんですけど、美味しかったです。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。さあ続いてなんですけれども、今シーズン2019年の皆さんの目標について、お聞かせ願いたいと思います。それでは監督からまずよろしくお願いいたします。2019年の目標です。はい、私の使命はただ一つだと思っています。チームが JFL に昇格すること。で、まあ優勝をするには最低勝ち点33ぐらいが必要だということも頭に入れながら、1試合1分1得点とか1失点とか、ね、そういったもの、全てが、まあ、未来につながっていくということを選手と一緒に共有しながら、頑張りたいと思います。目標はもう JFL 昇格しかありません。はい、はい、ありがとうございます。それを受けて吉田選手お願いいたします。監督もおっしゃったんですけど、まずは JFL 昇格っていうとこと、伊沢太郎の社長さんが言ってたように全勝優勝して JFL 上がりたいと思います。それが目標です。お、言いましたね。言い切りました。続いて森谷選手。まあ、JFL 昇格は、まあ、もちろんなんですけど、まあ、個人的にはまあ、サイドバック、まあ、自分はあんまりなんか点を取るっていうタイプじゃないんで、アシストとかでチームに貢献できたらいいなと思ってます。ありがとうございます。さあ続いては加藤博人選手。今年の目標は JFL 昇格ですけど、今年かなり補強もして、僕は4年間、今年で4年目なんですけど、上の年齢の人、年下の人もいて、ちょうど間の世代になるんで、そこをうまいことバランス取りながらチームをこうなんていうんですかね、いい方向に持っていけたらなと思います。その結果が JFL っていうものが一番いいんで、そこを目指して頑張ります。続いてはそれではナイス選手お願いいたします。皆さん言った通り、言ったように僕も JFL 昇格なんですけど、僕が下から2番目なんですよね、年齢的に。で大輝が一番下で、やっぱ下から底上げできたら、やっぱりこの幅広い年齢層の中でやっぱり、ちょ何言ってるか分かんないですけどまあ下からみんなを押し上げて、下から支えれるように、なったら、いい結果につながっていくと思うんで、皆さんで JFL 昇格を勝ち取りましょう。はい、ありがとうございます。それではね、今まではまあ、はい、結構真面目な流れが来てるので、はい、ここは最後はね、はい、やっぱはい、見せてもらいたいですね。はい、もう一部のトークショーではもう見てますから。はい、まあ、お兄ちゃんも言ってた通り、まあ、みんなJFL 昇格っていう目標があってやってきてるので、まあ、僕もJFL 昇格に向けて、まあ、サッカーを頑張っていきたいし、やっぱり下から言ってたようにもっと盛り上げて引っ張っていかないといけないのかなと
思っていて、でここでちょっとあ、すみません、後で言います、またすいません、あ、大丈夫です。どうしたんですか。いや、最後に撮っておこうかな。後で、まだ早いのか。はい、すいません、出ちゃいました。出ちゃいました。マイクを渡そうとすな。はい、わかりました。ありがとうございます。これ、2019年の目標でございました。あ、続いてはですね、これまた少し変わった質問になってくるんですけども、枚方の印象は皆さんにとってどんな感じでしょうかという質問です。まずは監督から、枚方ってどんな印象ですか。どんな印象、どんな、もう多分さっきはもう道路がもう車いっぱいみたいな印象ばかりが多かったんですけれども、枚方まあやっぱり枚方ね、まあ、あそこどころですよね。でパッとやっぱり一番に浮かぶのはそこなので、それを、FC ティアモに変えたいですね。もうそこを FC ティアモで、枚方といえばみたいな、もう、ね、最初に思い浮かぶのが FC ティアモ枚方になっていく、 それぐらいやっぱり、おお、知ってもらうのが良い、もう大きな目標ですね。それはね、もちろん町の皆さんに、一緒に戦ってもらうことで、いい考えなんか言ってました。人がうるさい人がうるさい。いつもこんな感じなんですか。そうですね、練習も雰囲気作りというか、はい、まあ、自分も結構おちゃらけが好きなんで、ほうほう、まあ、真剣に遊んでくれと選手には言ってるので、まあまあ、今の感じが、今のうるさいとか大丈夫です。でもね、すごい仲いいっていうのはもう見てても分かるんですよね。みんなにどう思われてるかちょっと心配さっきのでもトークショーの第1部でも監督の印象どうですかって言ったら、いやなんか最初は怖い人かなみたいな感じでしたけど、すごい優しい人でみたいな、散々いじられたみたいな、散々いじられた第1部のめちゃくちゃ優しいです。大輝が散々いじられた、めちゃくちゃ優しいです。やかましいやでも今見てる感じはそう思いますね。個人的に監督のやかましはっていう言い方めちゃめちゃ好きなんですよちょほんまにそれだけちょっとそれだけちょっと今日言いたかったんですけど、関西のツッコミ乗りみたいな、はい、もうやかましはのこの味がすごいです。やかましや出ました、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてじゃあ吉田時男さんどうですか、枚方の印象は。枚方の印象は、まあ、とりあえず枚方です、ね、あ、枚方、はい、じゃあやっぱり一緒で枚方かぶってるやん、かぶってるやんかぶってるやん。枚方そうだ、あ、何かありますか。朝パンケーキ、枚方ちゃうの、松山店やそれそのパンケーキ松山店、どういうことちゃうやんパンケーキをいや、まあまあ女子力がね結構あるんですか。結構阿部くんがいわゆるグルメ好きなんで、阿部翔くんが、そうですそうです、グルメ好きで、グルメ好きなんで一緒に、カレーも好きなみたいなんで、でも普段から結構仲良く、そうですね、夜は特に誘われます。ほう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 。でパンケーキは一緒に食べに行ったんですか。パンケーキもう5回ぐらい行ってます。結構長いなるほど、まあ枚方の印象かどうかわかんないですけど、パンケーキ好き、はい、ということは今日わかりましたありがとうございますじゃあ続いて森谷さん、はい、僕は枚方出身なんで、印象っていうかもう育ってきたところなんであれなんですけど、まあ、僕は一番印象あるというか、はい、なんか眺めあるというかは山田池公園が、ほうほうほう、家の近くにあって、はい、そこでボール蹴ってた、あ、すごい小さい頃から、はい、父親とか蹴ったりとか一緒に、ああもうちょっと思い出はあるかなと、慣れ親しんだ地で、はい、あー思い出あれの、ね、思い入れの、そう噛みましたけど、はい、ある地なんですね、はい、あーなるほど、はい、じゃあ続いては加藤選手いかがですか。仙台から来て、で他の大阪の場所と枚方っていうのはあんま比較できないんですけどやっぱり大阪の人は優しいなと。あ、そうですか。
結構なんかさっき言ってたように笑いには厳しいみたいなのは。やっぱりなんか小松さんはちょっともうすぐ声かけてくれて助けたりとか。あ、まあそうですね、まあ、道とか困ってたりしたらねすぐ教えてくれたりとか、ね、もうおせっかいのところありますけど。はい、おせっかいじゃん。まあちょっとあの隣の曽我大地選手がチラチラ見てますけど、どうですか平方の印象は。何がですか平方の印象は。平方っていうか大阪が本当に明るくて、はい、うん、街とか歩いてても本当にいろんな人がいて、まあ、活気はありますね。そうですね。で僕広島出身なんですけど、おうおうおう、あのなんかお好み焼き問題あるじゃないですか。お好み焼き問題って、まあ、広島風、広島関西風、関西風お好み焼き、あの争いは本当にやめましょう。本当に仲良く行きましょうってことですか。どちらも美味しいんで本当に、はい、じゃあ広島のお好み焼きをじゃあ枚方にも広めていってください。はい、蕎麦入りなんで、そう僕作れるんで。あ、じゃあもう蕎麦流お好み焼きを枚方に広めていってください、はい、広めていけたらなと思います。はい、お願いします。さあ最後は、福森大地選手。まあ、僕一部目でも言ったんですけど、んかぶります。いや、まあ一部目は枚方は治安がいいっていうのを一応言ったんですけども。あ、聞きましたね、はい、でちょっと二部目変えていこうかなと思ったんですよ。この待ち時間の間に何かいい印象ないかなと思ったんですよね。いいですよ、滑らなければいいですよ。滑る滑らないよりかは、ぜひ行ってほしい場所というか、いいですね、食べに行ってほしい場所っていうのがあるんですけど。どこですか。あの枚方の、長尾駅の近くの、踏切の坂上がったところに左手にカチャグリっていうお好み焼き屋さんあるんで。カチャグリ、カチャグリっていう、そこ の, あのお好み焼きではなく、あの牛すじ焼きがうまいんですよ。牛すじ焼き、はい、カチャグリの、そうです、牛すじ焼きがうまいんで、まあ、ぜひ行ってくれればなと。長尾駅の坂のぼったとこです。どこのカチャグリ、はい、牛すじ焼き、はい、以上です。最後に皆さんに言っといてください。あのカチャグリ行ってみてください。はい、ということで、皆さんの枚方の印象を聞いていきました。続いてはですね、ティアモでどうしていきたいかという質問があります。それでは監督から、ティアモでどうしていきたいかという質問です。どうしていきたいか、 目標とはまた別かもしれないですね。そうですね、あの J リーグを目指すというところにおいては本当に地域の人との関わりが不可欠だと思っていて、でまあ、もちろん枚方市に子どもたちがたくさんいると思うんで、まあ、夢を持つきっかけになる、このクラブがそのきっかけになるということがすごく大事だと思うので、あの今日のようなこういう皆さんと触れ合う機会とか、子どもたちと触れ合う機会とか、そういったものはクラブとしてもどん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 やっていきたいなというふうに思います。はい、はい、ちょっと真面目すぎ、真面目すぎ。あとは最後は福森君に締めてください。あ、そうです、大丈夫です。あとはよろしくお願いします。責任感、よろしくお願いします。キラーパスがね、ありますね。ありがとうございました。続いて吉田選手お願いします。僕も枚方といえばっていう印象が特にあまりなかったんですが、あ、全然、これから、はい、まあ、枚方といえば大阪といえば、いやもう枚方って言ってもらえるような使命が上がれば、そういう使命、まあそういうね、枚方といえばティアモっていう風に言ってもらえるようにしていきたいということですかね。もうイベントごととかもどんどん僕も出たいと思っていますので、おー、はい、いろいろ活動していけたらなと思います。あー、もうぜひぜひ来てください。ありがとうございます。さあ続いて森安さんお願いします。ティアモ、僕松山店のあの水春の、あの温泉とかそういうの、はい、最近できたところなんですけど、スポーツジムで働いてまして、ほう、でそこのとこで、まあ、福利厚生としてあの入浴招待券がもらえたりするんですね。ふーん、で、まあ、ティアモで、まあ、皆さんに、まあ、選手の皆さんに、まあ、その招待券を渡して、まあ、疲れとかを
いや誰にも渡さん言うてたやん。嘘誰にも渡さん言うてたやん。なんで今リク君ちょうだい言うたらお前は無理言うてたやん。お前だけやん。言うてたやん。ちょうだいやそれ。今日こういうトークショーならではで聞ける話ですねこれ。そういうのよしにちょっと2枚2枚あーそれもください。これ拾い振るないですか。喧嘩始まってる。みんなにちょっと疲れを落とすためにちょっと渡していきたいなと思ってます。いやでもそれは大事ですよね。監督一番欲しい。わかりました。ありがとうございます。それは本当にねどんどん渡していっていただけたらなと思います。はい続いては、はい、加藤さんよろしくお願いします。去年一昨年ぐらいからずっと言ってることですけど、はい、前監督がですね言ってた言葉ですけど、僕ら現場にいる人間が死を動かそうと、お平方死を動かそうと、行政を動かそうと、そのためにはやっぱり僕らが日々練習して試合に勝って JFL に上がるっていうことを成し遂げれば動かざるを得ない状況が必ず来ると思うんで、そこを狙って僕ら辻元監督を筆頭に監督ちょっと寝てました今本当に頑張ります今年。はい強い意気込みありがとうございます。拍手まで送りましたね。さあそれを受けて曽我選手お願いします。どんなことをしたいかですよね。はいどんなことをしていきたいか。そうですねやっぱり、もっと多く去年の人数がどうか分かんないですけどたくさんの、お客さんに見に来てもらいたいっていう思いはあります。やっぱり選手は見られてなんぼのなんぼだと思うんでやっぱり、まあ、僕、玉浦っていうところで働かせてもらってるんですけどそこの会社の方も来てくださるっていうふうに言ってくださったんでまあそういう小さなとこからやっぱり広がっていけたらなっていうふうに思っててやっぱお客さんの声援でやっぱり僕たちのラスト5分だったりあと一歩のとこだったりが出たりするんで最後まで、やりきることができると思うんでその声援で、だからもっとそうですねたくさんの方に試合を見に来ていただけたらなと思います。はい、はいありがとうございました。最後は福森さんなんですけどちょっとね時間があれなんでキュッとまとめてもらっていいですか。JFL 優勝あ昇格もう一回もう一回あすいませんJFL 昇格はいありがとうございます。さあ質問がちょっと最後に一つだけあるんですけども監督に個人的に質問が来ております。開幕戦は古巣であるアルテリーボ和歌山との対戦が予想されますがどんな思いで戦いますかとこれ個人的にご質問が来ておりますので最後これでお願いいたします。4年前に監督をさせていただいてたチームですが、まあ、もちろんあの今はだいぶ当時のメンバーもいなくなって変わってるんで、まあ、特に意識することはないんですけれども、まあ、僕らが王者だというものを一番最初に見せつけたいなと思っていますね。はい。わあ、すごい手紙でした。ありがとうございます。さあというところで、もうお時間もそろそろちょうどの時間になってきましたので、トークショー第2部の方を終了とさせていただきます。選手監督の皆さんありがとうございました。大きな拍手をお送りください。